ます。朝食ですって。いただきます。はい。おー、朝ごはんも彩り鮮やかです。わー、お味噌汁の具が好きなやつ。お豆腐と油揚げとネギとわかめ、豪華です。すごい。悩んじゃう。とりあえずじゃあ。ってまとわりついて体にすごく不思議な感じになります。ふわふわしてる。で、温度はそんなに高くないんですけど、はい、すごい体の芯から温まります。成分がすごい気持ちいい。ずっとずっと長く入ってたね。
白くなった気がする。おいで会にして本当に良かったなと思います。予選部行ってみよう。はい、こんにちです。今日は妹と私しか女性パンツ決まってないので、女性こんな家で撮影させてもらってます。ということで内側風呂です。びっちりついたコップがあります。ね、見て、この出てくるとこ、湯口は透明なんです。すごい、ほら。でも空気に触れると酸化して濁ります。では胃腸の名湯いただきます。こんなのみなみうーん、飲みにくい。胃腸に来てます。で、日本一味の濃い温泉と私は思いました。飲みにくい、でも胃腸に効くので頑張ります。飲んでみる。そうだよね、普通そうだよね。あ、これこそ温泉モデル魂というか。あ、雪が綺麗、空が青い。昨日の夜は星がすごく近く見えました。綺麗だった。で、この露天風呂屋根がついてて半露天になってます。なので
超怖いする。ぜひおいで館さんにいらしてみてはいかがでしょうか。私の激推しです。はい、プリオクもあるし、女性専用もあるし、貸切風呂もあるので、どんなパターンでも入ります。カップルでも、パートナーさんでも、家族でも、まあ、男性同士、男性同士、女性同士でもおすすめです。はい、ではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。そしてまた次の動画でお会いしましょう。X、Instagram、Migram など他のコンテンツもよろしくお願いします。では、バイバーイ。気持ちいいね。